ロボットを見に行く感じですか？いや、これがですね、まあ、ロボットも出てくるんですけども、うん、ちょっとこうメカで動かすというよりも、はい、新しいタイプのロボットの会社。面白そう。行きましょう行きましょう行きましょう。今回やってきたのは渋谷区にあるロボットスタート。新しいタイプのロボットの会社とは一体どんなところなんでしょうか？スタートアップって感じですね。いっぱいロボットありますよ。これあれですよね、初代アイボですよね。そうです、アイボの。これね、僕も持ってるんですよ。そうなんです、ね、なんと未開封を一箱持ってる。それはすごい貴重ですね。 2台買ったんですけど、1台開けていじってるうちに、はい、もう1個開けないまま月日が経っちゃったんですけどね。好きだね。さてさて、遠藤さんのロボット話は止まりませんが、ロボット情報のエキスパートを望月さんにお話を伺いました。こちらの会社はロボットを作ってらっしゃるんですか？いえ、ロボットのハードウェアを作ってるのではなくて、ロボットのに搭載するソフトウェアを開発している会社になります。主にコミュニケーションロボット関連の分析やロボットに必要なアプリのコンサルティングサービスなどを手掛ける会社です、うんうん、こちらの会社が手掛けたロボットというのがこちら。これ初めてです。ご覧の皆様、はじめまして。すごい、ロボモンです。はじめまして。今日はロボットスタートに遊びに来てくれてありがとうございます。ロボットのことたくさん勉強して帰ってくださいね。気になるロボットがいたらロボスタで検索してみてね。よろしくお願いします。なるほど。あ、すごい、動きがすごい可愛いですね。すこれ今きっかけは何で喋り出したんですか？きっかけは実は、うん、裏側で操作がされてるんですけど、ただ裏側で喋らせようと思った単語に合わせて、例えばお辞儀をしたりだとか、カメラっていう単語が現れたらカメラのポーズをしたりとか、そこは自動で。動きは自動なんですか？動きは自動で設定しなくても。はい、すごくないですか？まあ、こういうのがだからコミュニケーションロボットのその今の典型的なそうですねものだということですよね、はい、他にはどんなことができるんでしょうか？この中にアプリがたくさん入っているので、うん、このアプリを使ってさまざまなことができます。アプリってどうやって操作するんですか？実はこの後ろ側にですね、うん、画面があって、うん、スマホみたい。この中にいろいろとアプリが入っている、うん、例えばタクシーというアプリを使うとタクシーをロボホンが呼んでくれたりとか。なんと、スマホの画面で操作していたことがロボホンで話しかけるだけで操作ができるようになるんです。すごい。ではアプリを使ってロボホンとクイズで遊んでみましょう。お、趣味雑学の三択問題だよ。ちょっと難しいよ。クマのプーさんの苦手な食べ物は？何だろう。1番チョコレート、2番チーズ、3番トマト。どれ？どれどれ？分かんない、検索しないと分かんない。3正解は2番のチーズだよ。クマのプーさんの好きな食べ物はもちろん蜂蜜だよ、うん、知ってる。他にもロボホンはクラウド上にデータを保存できたり、これいいんだよね、伝言アプリを使えば伝えたい相手の顔を認識しその人へメッセージを伝えることができます。目から光が出てプロジェクターになる。こういうソフトウェアがだんだん大事になってきていると、ロボットとしては。そうですね、先ほどのクイズとかタクシーのようなアプリケーションを作る会社が今たくさん出てきています。ロボットだけがいても意味がなくて、やっぱりこういうコミュニケーションすることでもっと愛着が湧きますね。で、今もう人工知能とかですね、ロボットを取り巻くいろんな環境も進化してきてます。 IoT とかビッグデータとか。今日このロボットスタートって会社にお邪魔したんですけど、まあ、それをそのままこう人って、ビジネスやいろんな会社をサポートすることに、置き換えているっていうんですかね、まあ、今までのこうロボットについて僕の世代とか感じてたものから時代が完全にちょっともう角度が変わってきたのかなと、そういう印象を受けました。